こまでだ。ディーン、7組も、なんでお前たちがここにいる。愛の騎士バリマール、あくまで抵抗するのか、リーン。ならここで引導を渡してやる。そうはさせるか。目を覚ましてくれ、アラン。行くぞ。行くわよ。はあ、僕の番だね。やっ。おっ、そこだ。マイル。さあ、かかったか。おっ、はっ。甘い。行くぞ。そこだ。さてと、新規発動。
俺の番だな。
将軍たちの気持ちが痛いほどわかるな。うん、似たようなことが全ての師団で起こってるなら確かにたまったものじゃないですよね。強敵か、注意しないとな。そうな敵、厄介ね。ネコエク、気をつけろ。はあ、私の番だね。敵ユニットのけ、はあ、私の番だね。これはどうかな。今だ。続けていくよ。行くぜ。チャンスだ。試合。さてと。行くぞ。うなれ。うおー、ラフェイング崩れた。もらった。行くぜ。行くぜ。我らに光を、ノブラスアーク。俺の番だな。僕の番だね。今だよ。ここだ。参る。これはどうかな。今だ。続けていくよ。参る。今だ。もらった。うん、届け癒しの歌。ありがとう。助かったぜ。助かったよ。マイル、ヒュヒュッサイ。俺の番だな。マイル、ハ、今だ。もらった。さてと、届け。ありがとう。助かったぜ。助かったよ。行くよ。ああ、ハ。マイル、うなれ。うおー、ラフェイング崩れた。もらった。よし。うん、届け。ありがとう。助かったよ。この野郎、俺の番だな。行くよ。精一杯崩した。続けていくよ。
俺の番だな。はっ、甘い、崩れた、もらった、うん、えい、俺の番だな。相変わらずやるじゃないか。その銃剣こそさすがです。各種ステータスアップです。まだまだこれからだ。よし、やったわ。第四の紋章、もしかしてあそこか。目的地みてえだな。ティータ、すぐに行くぞ。待っていたぞ父さん。巡査もアルフィン殿下。ティータ、無事か。リーンさん、皆さんも、やっとやっと会えた。本当にお久しぶりです。ご心配をおかけしました。私たちは平気です。見ての通りだったろ。元気そうで何よりだぜ。感謝します。将軍、中佐も二人を丁重に扱っていただいて。何、皇族に留学生ならば礼を尽くすのは当然のことだ。窮屈な思いをさせたのは間違いないだろうかな。公爵のおじさんとずっと一緒よりはマシなような。なるほど、それは確かに。さすがにバラット校が不憫になってくるんだが。改めてよくぞ来た。7組リベールの遊撃士も屈強なる第四の師団兵たちを超え無事ここまでたどり着けるとはな。特にエリオット、可愛かったお前のたくましい成長、父としてこれほど嬉しいことはない。後輩たちの前で可愛いとかやめてほしいな。乗り越えるよ、どんな壁でも。僕たち自身が決めたことだから。そうか。かつての戦術教官としても以前からの知り合いとしても嬉しい限りだ。シュバルツァー、ミュラーの弟も迷いを断ち切りつつあるようだな。ええ、多くの人たちが支えてくれたおかげです。その思いに応えるためにもここであなたたちを超えてみせます。兄上の盟友にして戦友、攻撃のナイトハルト中佐、未だ未熟な剣ではありますが届かせてもらいます。クルト君、そうだね、全力でサポートします。上出来だぜ。皆さん、アガットさんも。見よ、ナイトハルト、あれが獅子神皇帝から脈々と受け継がれてきたものだろう。ええ、新たな7組にも確かに。ならばこちらも全力で応えるべきでしょう。これが最後の試練だ。今こそ確かめさせてもらうぞ。絶望と破滅に向かいつつある帝国にお主らが示す力と意志を。
わかりました。行くぞ、エリオット。七組として、トールスとして。うん。奏でてみせる。僕たちだけの調べを。リベールにとってもお隣さんだ。問答無用で助立ちさせてもらうぜ。ノブレス・オブリージュにかけて。背中は任せてもらうよ。来るがいい。我が息子に若き志士たちよ。こちらも全力で受け止めさせてもらう。成長したものだ。
こんなものではないぞ。手加減抜きで行かせてもらう。とどめだ。ドラグナーハザード。僕の番だね。届け、癒しの歌。行くぞ。耐えろ、剣老人玄武。行くぞ。うなれ、うおラセンゲン。神道滅却、我が太刀は無。見えた。助かったよ。マイル。はあ。いや。助かったぜ。ありがとう。助かったよ。はあ。砕け散れ。私の番だね。
アークス駆動。お願いします、クレイグ将軍。承知。ありがとう。届け癒しの歌。ありがとう。助かったぜ。マイル。ニーの方、早く。終わりだ。甘いぜ。行くぜ。マイル。はあ、私の番だね。はあ、覚悟はいいか。うん、行くぞ。行くぞ。くらえ、オリア・ハヤテ。はあ、崩れた。もらった。それやっ、ありがとう。助かったよ。甘いぜ。よし、私の番だね。これはどうかな。よし、行くぞ。突撃し、烈火。行くぜ。こいつでしまいにしようぜ。神道滅却、我が太刀は無。見えた。次の太刀国よ。やっ、見事だ。見たか、太刀が一刀。よし、掴んだ。やったな。なんとか届いたみたいだな。想像以上だ。まさかここまでやるようになったとはな。ああ、我々の乾杯だろう。新七組も遊撃士も含め、揺るぎなき力と意志を見せてもらった。父さん。ティータ。やれやれ、心配させやがった。ハガットさんに言われたくないです。
いつもいつも無茶ばっかりして軍の要塞にまで乗り込んでくるなんて。アガットさんにもしものことがあったら、私無理くらいさせろや。別に一人で来たわけでもねえし、何があってもお前は守る。じいさんたちとの約束でもあるしな。いや、それだけじゃねえか。俺にとってもお前は。アガットさん？アルフィン殿下、遅くなってすみませんでした。いえ、いえ、そんなことをおっしゃらないでください。リーンさんが生きていてくださっただけでも、私お体は大丈夫なんですか？以前何かを感じましたけど俺のことは心配には及びません。殿下の周りで起きたことを思えば比べるべくもないでしょう。大変でしたね、本当に。なのに気丈に頑張っていらしたようだ。誇りに思います。妹の親友として、帝国民として、もちろん俺個人としても。リーンさん、もう本当にあなたという人はいつも人のことばかりで、でも雰囲気が変わってもやっぱりリーンさんはリーンさんですね。こっちの顔が熱くなるっていうか、二人の世界かける2でオーバーフローしてる感じですなんと羨ましい。というか変わってくれたまえ、エリオット。本当にたくましく成長してくれた。よもやこんなに早くこの父を超える日が来ようとはな。超えただなんて、そんなこと少しも思っちゃいないよ。でも成長できたのはリーンたちと父さんのおかげかな。だって今の僕の足場を作ったのは間違いなくトールズだろうから。いろいろあったけど、士官学院に入れてくれた父さんには感謝してる、今も。エリオット、坊ちゃん大きくなりましたね。うん、母さんも女神の下でさぞ喜んでいるであろうな。あの猛将、赤毛のクレイグが。どうやら終わったみたいね。Thank you.
ランクアップだね。皇位様からの賜り物だよ。この調子で頑張ろう。皇位様からの賜り物だよ。わあ、